はい、皆さんこんにちは。今回は朝撮っておりますので、まあちょっとね、寝癖がついたりとかしますけども、まあお許しいただきたいと思います。まあ、その前に、まあまずね、チャンネル登録の方と高評価ボタンを押していただき、てあとツイッターの方をねフォローしていただけるとありがたいというふうに思います。よろしくお願いします。で、今回はアイドルと結婚したいというネタがね、ツイッターの方でトレンドに入ってましたので、それについて語っていこうというふうに思います。まあね、誰しもね、そのアイドルと結婚したいというふうに思う人は多いでしょう。まあそれはまあそういう、まあなんかある意味は疑似恋愛みたいなもんですね。まあある種こう、まあそもそもそういう商品としてアイドルはあるというふうに考えております、僕はね。まあ商品っていうとなんか人を物として扱うなという人もいるかもしれませんけど、まあそれがコンセプトというか、まあそういうことですよね。まあ基本的にはそういうことだと思いますけれども、ただ僕が言いたいのはね、多分それはやめといた方がいいってことです。というのは、やはりね、まあアイドル、まず何点かありますけれども、アイドルっていうのはまあ正直言っていいところばっか見せてるのも事実だと思うんですね。だし作ってる場合もある。自分の性格をアイドルとしてこう作り上げている場合があったりとか、いろいろ、ある意味では仮面をかぶってる人もいれば、まあ、私生活はね、実はそんなに、まあ、結構、裏の顔があったりとかね、するかもしれないし、だしね、まあ、あとは、まあ、あんまりうまくいかないんじゃないかというふうに思うんですよね。やっぱり、まあ、うまくいく人もいますけども、というのは、やっぱりね、相手が、まあ、私はアイドルと思って、もしくは自分で考えてみると分かりやすいですけども、まあ、自分がアイドルだと思って結婚してきた人っていうのを、普通、その人に対して、恋愛感情を抱きますかね。というのは、やっぱりその、本当の自分を見てほしいというような感情って誰にしもあると思うんですね。やはり、その偽りの仮面をかぶった状態で恋愛するよりも、本当の自分を見てほしいと。いうような気持ちって誰しもあると思うんですよね。まあそういう意味において、やはりその、まあ、あなたが好きになったのはアイドルとしての私であって本当の私ではないというふうに言われてしまうかもしれないし、まあね、その辺ですよね。やっぱね、かなりね、そういうのはまあ現実的には難しいだろうなというふうに思いますね。だしね、まあ本当素の顔ってのはね、誰しも見えないわけですよね。テレビの上とか、まあそういう上ではね。ですから、まあ本当に、まあ、素の顔がわからない以上ね、逆に、そう結婚した、もし結婚できたとしても、結婚した後にね、こう、残念な、なんかもう自分のこのアイドル像が崩れていってしまう、この理想像が崩れていってしまうってことがね、多分あり得ると思うんでね。だったらね、普通に、世の中にいる異性を探した方が、きっと、まあ確率も高いしね、うまくいくと思うんですけどね。まあでもなんかわかんないですけど、まあなんかアイドルと結婚することがなんかステータスと勘違いしてる人もいるのかもしれませんけど、いやそんなことないでしょ。ねえ、そんな、別にステータスとか言ったってね、所詮、幸せに生きられるかっていうのはステータスとは比例しませんから。まあ、偶然後幸せになれるかもしれませんけども、でもそれはやはりね、どうでしょうね。それで押しつぶされないかですよ。ステータス、その、私よくあるのは、まあ、自分とその人が釣り合ってないんじゃないかと、非常に思ってしまう人もいるしね。それでコンプレックスを抱いて、逆にそれが嫌悪感になるという場合もありますよね。ですから、まあ、夢に持つのは、僕もね、昔夢に持ったことはありますけども、ただね、実際にそれをやろうと思うと、まあ、まず無理だと思うし、可能性が低いと思いますし、もしできたとしても、まあ、うまくいく可能性は低いのかな、というふうに思うんですよね。やはりね、まあ、難しいでしょうね。まあ、そのためになんか芸能女子事務所のスタッフになるって人もいるのかもしれないですけど、いや、でもまあ、そんなね、まあ、横島な理由でなれるかどうかわかんないですし、まあね、まあ、諦めて、普通に恋愛をした方がいいんじゃないでしょうかと。まあ私もそんな恋愛にほど近い人間ではありませんけどね。まあそういうふうに僕は思いました。皆さんどう思うでしょうか。
いろいろまあ恋愛観っていうのはあると思いますけどね。まあ、結局のところまあ、まあね、まあ結婚するのもいいですけど、それで後悔しないように、まあ理想的なものを選べるようにね。まあ何回も離婚したい、結婚したいもなんか、まあ、それはそれで人生としてありかもしれないですけど、でも大変ですよね。ですからね、まあ結婚っていうのは慎重にね、やらないといけないってわけですよね。まあなんかこれ、このトレンドって確か、元 AKB だっけのメンバーの人が結婚したんですよね。YouTuber と。まあいいんじゃないですか、まあ。もうね、別に有名人だろうが、裏の顔って私たち知らないわけですよね。裏の顔って素の顔を私たち知らないで、まああの人いいな、あの人いいなって言うわけですけれども、いやでも本当の中身っていうのをね、知らないで、そう言うっていうのもね、まあ、どうなのかなっていうふうには思いますけどね。まあいろいろ思う、私に反発する人もいるかもしれませんけども、まあ現実っていうのはそういうもんですよね。まあ憧れるのはいいでしょう。なんですけど、それを現実にやるっていうのはまあ難しいですよね。まあそんなの分かってるかって思うんですけどね。まあどうでしょう。皆さん、いろいろ考えたら面白いんじゃないですかね。以上で終わります。